今日は阪急の隠れた面白い駅と列車について解説していくよ。まず、その駅は、阪急宝塚駅。阪急宝塚線と阪急今津線が乗り入れる阪急有数のターミナル駅だよ。利用客数は5万人近くおり、さらに近くには宝塚大劇場もあるよ。この駅の面白い要素は、今津線と宝塚線でそれぞれ準急が発車することだよ。それぞれの時刻表を見ると、どちらの路線も7時台に4本、8時台に1本設定されていることがわかるよ。しかも別路線を通るのにどっちも行き先は大阪梅田といった感じなので、利用客を勘違いさせることは多々あります。そしてこの準急、なんと宝塚線急行並みに速いんです。今津線準急の平均所要時間は36分で、宝塚線急行と同じくらいの所要時間だよ。ちなみにこれだけ速いのは、この列車が唯一西宮北口を通過するからなんですよね。停車駅欄を見ればわかるけど、今津線門戸薬人駅の次は塚口、つまり西宮北口を通過しているというのがわかるよ。そして宝塚線準急はこれ、今津線準急よりも約10分遅れて梅田に到着する上、なんと今津線準急は通過する中津に止まるよ。このような、準急は準急でも所要時間もルートも違う列車が走る面白い宝塚駅にぜひ皆様も訪れてみてね。